大見弁、大見弁は、滋賀県、旧大見国で用いられる、日本語の方言である。欧州弁、滋賀弁、大見言葉などとも、方言学では、滋賀県方言や滋賀方言というが、滋賀方言は、滋賀郡の方言を指す場合もある。近畿方言の一種であり、とりわけ、京言葉と共通する要素が多いが、地域ごとの違いもあり、特に、湖北地方の方言。 湖北弁は特殊である。滋賀県は、上方、京都、大阪と東北、北国を結ぶ交通の要衝に位置し、街道の沿線を中心に、街道で結ばれる周辺地域の方言と共通するものが多い。とりわけ、京阪特に京都との文化的、人的交流が古くから盛んで、大見弁と京阪方言、京言葉。 大阪弁の共通性は高い。例えば近世から戦前にかけて多くの県内出身者が京阪で商業活動を行い、大見商人、古西地方では娘や息子を京都へ女中暴行、デッチ暴行に出す習慣があった。現在では京阪の通学通勤喧嘩に伴い、一層の京阪、方言化、関西共通語化が都市部を中心に進んでいる。また、 学校教育やメディア、交通機関の発達などによって、県民の多くは、方言と共通語の二重生活を営んでおり、特に語彙面での共通語化が著しい。教言葉に近いことなどから好ましい方言と評されることもあるが、教言葉そのものに比べると、田舎風あるいは荒っぽい方言とされることが多く、県民にもそういった意識が強い。 京言葉や大阪弁と対して変わらず、滋賀県特有の方言はないという意識もある。1996年に NHK 放送文化研究所が行った県民意識調査では、滋賀県民には自分たちの方言にそれほど愛着はないが、恥ずかしいとも思わないという傾向が見られ、千葉県、埼玉県、奈良県など大都市近郊の県民意識に近いものであった。滋賀県内は、 一般的に、琵琶湖を挟んで以下の四地方に区分される。方言区画に関しても、研究者によって、故障や範囲に揺れはあるが、概ねこの地方区分に即したものが提唱されている。京都に隣接する湖南は、必然的に京都方言色が濃く、湖西、湖東を北上するにつれてそれが薄れ、京都から最も離れた湖北は、音声、語法ともに、 独特の方言圏を形成している。古北方言圏の特色の一部は、古西の高島市や湖東の彦根市、犬上郡にも及んでいる。湖東、古北にかけて、大見最大の夕飯彦根藩の城下町であった、彦根を中心とする方言圏も見られ、女子、本、奈良市、都西和などの仕様がその典型とされる。湖南のうち、三重県と接する高賀地方、高賀市、湖南市は、 イガ弁との共通点が見られるなど、他のコナンとは一線を画している。特に急行南町、江賀町。また、古東とこ北、特に彦根市、犬上郡から長浜市南部では、美濃弁、古西、特に旧伊松町では、若狭弁との共通点が見られる。以下、音声や表現、語彙などの大まかな使用地域の説明では、古東、古西、コ南、ン、古北、 黄河の極区分で記述する、湖南市や旧湖北町など地方名と自治体名が同じものがあるが、自治体名に、市、町を明記することで区別する。旧郡は、昭和の大合併以前の、各郡を指すこととする。なお、方言区画とは別に、交通事情が悪かった、山村集落などでは、古い表現や特殊な表現が残っている、元号島。その例として、 加計は、旧伊吹町、特に、甲津原、四町、以上舞原市、竹名、男木、以上彦根市、大木が畑、穂月、以上多賀町、君が畑、旗、甲、津端、以上東大見市旧永源寺町、葛川、大津市、雲保保田に張畑、以上高島市旧靴月村、沖之島、大見八幡市を挙げている。大見弁の音声は、 他の近畿方言とほとんど変わらない。母音をはっきりと発音し、一泊後の超音化、例、カカー、特定の表現での超音節の単音化、例、早い効果は良い効果が盛んである。抜くとい、ぬくとい、少ない、すけない、耳ずめめずなど、特定の語彙で母音交代が起こるが、規則的な音声現象ではない。子音は母音に比べて軽く発音し、 様々な交代が起こりやすい。画業微濁音は、古細と黄賀を除く、県内の広い地域で発音されるが、微濁音に対する規範意識はなく、むしろ嫌う向きすらある、全県的に衰退しつつある。大見弁で起こる、死因交代には、魔行と場行、霊、寒い、寒い、ともすとぼす、冷たい、つべたい、ちべたい、ちびたい、作業と破行、霊、すみませんすんまへん。 質質、人、主と、打行と座行と打行、礼、行くぞ行くと、いさざいさだ、来年来年、和行、発音と画行、礼、縄城長城、勘大家か、ご家などがある。作業と破行の交代は、指示後の後等、袖で顕著である。指示後参照。打行座行ら行の交代頻度は地区ごとの違いが、大きく、大津市下田上などで顕著である。 近畿方言では一般にレンボイン変化は稀であり、大見弁でも多くの地域では、堺、若い酒、はけや、教える、おせるなど、特定の語彙でしか起こらないが、古北を中心とする地域では、あいおいの意が、奥よりの絵、中字たぼいに転ずることがある、例、赤やかえ、白い、白え、濃い、こうえ、特殊なレンボイン融合を持つの帯方言との中間的な現象といえる。 東京ほどではないが、古東から古北にかけて、無声シーンに続く分節末のウが無声化する傾向があり、これも近畿方言では、珍しい音声現象である。東京方言や京阪方言で廃れた古い発音が、大見弁の一部に残っていることがある。県内各地で、シェジェが残り、特に、湖南、湖西に多い、例、チエンシェイ,イコール先生、ジェジェイコールゼゼ。 草津市時和ではィ、トゥディドが確認されている、例、木から、イコール緑、緑イコール水。1905年の、音韻調査報告書では、高島軍に合用音ク和があると報告されている、現在ではほとんど認められないとされる。古島から古北にかけて、拡張し、黄々で発音することがあり、上に続く、オガオに転ずることもある、例、潮潮、ヌオ,オヌ、旧華盲郡と、 旧坂田郡ではうに続く絵が上となることがある。例、い、つえつえ、植木植木。ほとんどの地域では、京阪と同じ京阪式アクセント、個々の単語では違いもあるを用いるが、古北では京阪式の編集アクセントが複雑に分布し、大ね長浜市にはたるい式アクセントが、舞原市には曖昧アクセントが分布する、木の本やイカグなど、古北にあって、 京阪式を用いる集落も点在する。前原市の曖昧アクセントは、同じ個人に同じ単語を何回か繰り返して発音して持っても、型が一定しないし、その方言に属する個人間においても、同じ単語について、型が一定しないという特殊なアクセントである。下表は、昭和20年代の滋賀県内におけるアクセントの地域差を簡潔にまとめたものであるが、厳密には、 集落単位でアクセントが異なる場合があり、また現在では一部のアクセントが変化しているた、必ずしも表の限りではない。以下、アクセントの表記に関しては、アクセントの高い部分にオフすこととする。表中の丸類については類を参照。滋賀県内の地名には、地元と共通ごとでアクセントが異なるものがいくつか存在する。例えば、滋賀のアクセントは、 共通語では頭高型のがであるが、大見弁では小高型のしである。地元交通機関の自動放送などでは、地元のアクセントに合わせていることがあり、例えば、大見鉄道の車内放送では、ひね、ひこね、かみや、たかみや、よさととよさとなどのアナウンスを聞くことができる。特定の助動詞や助詞以外は、全県で共通するものが多い。用言の活用などはむね、 今日言葉と同じである。家庭型は、読んだら、赤かったらのような、連用たらで代用することが多い。形容詞に関しては、湖北では、家庭型も、一定の勢力を保つ。形容詞の未然型も、水量は、赤い野郎のような、終止野郎で代用することが多い。存在同士としては、非生物には、ある、生物には、いると、おるを併用する。西日本にあって、 いるを常用するのは、福井県霊北、京都府南部、大阪府などと共に珍しい例である。いると、オルには待遇表現的な使い分けがある。いるは、中立的な表現であり、人物に対しては通常こちらを多用する。対して、オルは見下げた表現であり、動物や目下の人物に対して多用する。同輩以上の人物に、オルを用いる場合、心安い間柄でない限り、 軽蔑的、批判的なニュアンスが伴う。ただし、折りますの形で話して、身内に対して用いると献上を表し、また共通語として、おられるを尊敬語に用いる。西日本各地に、花が散りよる、イコール今、花が散っていると、花が散っとる、イコール花が散ってしまっているのように、よると、取るによって、進行、継続体と結果体を区別する方言がある。 滋賀県内でも舞いばらし、サメガイなど一部の集落で区別することが報告されているが、その他の大半では、共通語や京阪方言と同じく区別しない。大見弁の多くでは、存在同士に手を添えた形で進行、継続、結果を表す。ひくてあるだ、ある、ひくて入れてる、ひくておると、おるとする。共通語では、ひくてあるは、他同士にしか用いないが、 大ー弁の、引くた、あるは、自動詞にも用いる、例、あの場所には昔、蔵が立ったあった。タイタルは、引くてやるの宿約型と同型だが、アクセントによる区別があり、例えば、置いたるの場合とと、と発音すると、置いてやる、たると発音すると、置いてあるを表す。引くてると、たいと、おるの使い分けは、いると、おるの使い分けに準ずる。大ー弁では、補助動詞、 助動詞を中心とする待遇表現体系が発達しており、日常的に話してと話し中の第三者、素材待遇、第三者待遇、または話してと聞き手、対者待遇、聞き手待遇の上下、真相関係によって複数の表現を使い分ける。一般に近畿方言の待遇表現は第三者待遇に変調しているが、大見弁は、 特に顕著であり、その特質は若年層にもよく保持されている。また待遇表現の仕様には地域差や世代差があり、どの表現を多用するかが、和者の大まかな出身地、年齢層の指標となる。以下、敬意を込めて用いる待遇表現を尊敬後、聞き手の敬意を込めて用いるものを丁寧後、親しみや可愛がる気持ちを込めて用いるものを親愛語、 見下げる気持ちを込めて用いるものを、警部語とる。親愛語は、共通語にはない概念であり、適切な共通語訳が存在しない。断定は、矢を用いる。かつては、五北や三幹部の高齢層を中心に、じゃ、英言字などでは、座ともを用いたが、現在は、何するんじゃい、のような、そやなものいいや、その、なんじゃ、のような会話のつなぎなど、 限られた場面でしか用いない。丁寧な断定には、京都と同じく、ドスを用いる、タイでオスの点が、共通語、で数に押され、現在ではほぼ高齢層に限られる。大阪弁の、ダスは、滋賀県では、通常用いない。全県で、未然、んと、五段未然編、その他未然プラスや編を用いる。変や編は、読み忘れぬ読みやせん、読みは編読ません。 読まへと転じたもの。大見弁では、大阪的な読めへの形は少ない。地域、世代、個人によって、古系の前、前野戦古北に多い、変形の、新、野新、旧華盲群に多いや、品、野品、県南部隊に多いを併用する。いずれも、接続や用法は、変ん、野へと同じ。現在では、体や変が衰退し、下記の形が、 一般的となりつつある。ひくんの過去形は、未然、なんだ、変、品の過去形は、いえなんだ、変だ、変た、品だ、品たとするが、現在は新方言の、ひくんかった、ひくへんかった、品かった勢力を伸ばしている。丁寧型には、未然まへんと、へん、や、へんの接続と同じプラスしまへん、やしまへんがある。京都と同様、せよ、せ 読めのような命令型とともに、し、な、や、読み、な、やのような、連用調音の柔らかな命令表現を多用する、連用なさいの点。み、大きいなど、命令型と連用命令が、同形になることがあるが、アクセントによって区別し、例えば、みの場合、いと発音した場合は、命令形命令、と発音した場合は、連用形命令となる。読み、な、やのような単音形も用いる。 中年層以上が用いる親しみを込めた命令表現として、コナン、古東では、古断未然意、その他未然、やい、古北では、命令形、いやがある。前者は親愛語、タイアルの命令型から転じたものとされる、読みやれ読み合い読まい。れいこれ読まい。ゆっくりし合いな。これ読まさいね、イコール読ませなさいね。アホーなことせんとかい、イコールしないでおきなさい。これ読めいや。 ゆっくりせよいや。禁止型には左辺に固形、砂が残るほか、五段以外では、みな、いや、ねな、いや、こな、いや、せな、いやのような未然な、い,いやとすることがある。また、京都と同様、連用なさるなから転じた、しない、な、読みない、な、喋ってなのような、柔らかな、連用ない、な、引くてない、なもある。自分から相手は、やる。 あげるを用い、補助同士として用いる場合は、タイタル、引くタゲると縮める。タイタルは、古藤や甲賀の一部では、引くチャルとも、相手から自分へは、共通語と、同じく、もらう、くれるで、くれるの丁寧語は、くださる、くだはると、おれるを用いる、おれるの方がやや一般的が、現在は、くれはる、くれる、はるに押されている。くだはるの命令型は、くだいで、 砕けた表現には、砕いや、暗いがある。命令型のみであるが、下しをレー用の点、下しレーや、玉割れの点、たも、れが、各地の高齢層で聞かれる。また、古北、古東、古南にかけて、一緒に、してほしいという意の、引く手貸し、手があり、一手てして、来て貸しのように用いる。滋賀県内全般で広く用いる語彙は、ほとんどが、近隣府県、とりわけ、京都と、 共通するが、それぞれの地域特有の語彙も存在する。他の京阪州演武と同様、中世から近世の髪型の語彙がよく保たれ、古北を中心に中世以前の古語に由来するものも少なくない方言集見論。浄土真宗が盛んな地域であることから、浄土思想や仏教用語に由来する語彙もよく見られる。以下、に、漢字表記を、に、大まかな使用地域名。 全県に広く分布、点在するものは省略を記す。大見弁で用いられてきた認証代名詞には次のようなものがある。複数型はいずれも設備語、らをつけるが、必ずしも複数を意味せず、県上の意を含んで単数に用いることもある。珍しいものは少ないが、祖から始まる抽象の指示語が、それほれ、そこほこ、そして干して、そんな本ななどと、 盛んに、穂に転化し、特に古藤で顕著である。もっとも、そが正しい音という意識はあり、聞き返されると、そと言い直す。あそこを、あっこ、あことも言うが、古北ではあまり用いない。連帯し、形容同士として、全県で、こない、な、そない、な、あない、な、どない、なを用いるほか、前原市構図原に、こがな、そがな、あがな、どがながある。 文芸作品において、登場人物のセリフなどにその作品と関わりのある地域の方言が用いられることがある。大見弁をよく描写した作品としては、小説では、戸野村茂の臭い肌や、身を尽くし、姫の香る子の、つ、い、ら、くや、春香駅、加藤義次郎の、湖猫、波を走る、滝上皇の、青春パンダバンド、映画では、 男は辛いを背景者虎次郎様。漫画では、ごつぼりゅの、ささめ家や、もののけものなどがある。また、大見弁を織り混ぜた歌として、岡林信康、大見八万市出身の、チューリップのアップリケ、モンキー剣、長浜市出身の、長浜の歌や、ファミリー岡田兄弟、舞原市出身の、ほやほなどがある。方言は、日本全国で観光 PR や企画、 公共施設の名称などに活用されている。滋賀県内ではこれまで、おいでやすの看板が、駅などに置かれる程度で、積極的な活用は行われてこなかったが、近年になって、先日の、ヤンスの例のように少しずつ活用例が増えつつある。2000年代末から、滋賀県内では、森山市のアニメ制作会社町おこし、藤井の滋賀県ご当地、ネタアニメが好評を博しているが、 その中に、大見弁をネタにするものもあり、滋賀県で初の方言ヒット作品群となっている。以下はその例。資料によって例文の表記がまちまちであるが、ここでは読みやすいように漢字ひらがなまじり表記とし、句頭点を追加している。また、合図値などは一部省略している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。